マレーシア航空684便着陸失敗事故は1983年12月18日に発生した航空事故である。シンガポールチャンギ国際空港発クアラルンプール国際空港業マレーシア航空684便がクアラルンプール国際空港の手前2キロ地点で地表に接触し大破した乗員乗客247人は全員無事だった。 事故機のエアバス A300 バイト4から120は、スカンジナビア航空が、マレーシア航空にリースしていた機材で、2機の、プラットホイット 2JTQD-59A を搭載していた。1980年10月7日に初飛行を行い、3907時間を飛行していた。八十四便は、シンガポールチャンギ国際空港を現地時間十八時十三分に、 離陸し、クアラルンプール国際空港へ向かっていた。19時20分、視界が450メートルほどしかなかったが、管制官が着陸許可を出した。マレーシア航空では、少なくとも視界800メートル以上を必要としていたが、機長は、副操縦士から操縦を引き継ぎ降下を開始した。さらに、事故機は、スカンジナビア航空がリースしていたものだったために、 マレーシア航空が保有する同景機とコックピットレイアウトが異なっており、パイロットの作業量が増えてしまい、景機着陸装置を起動できなかった。高度計の警報が鳴り、それから30秒以内に滑走路から 2km 地点の樹木に機体が接触した。接触後に機体は 109m ほど地表を滑った。機体から着陸装置と両エンジンが脱落し、 滑走道端から1200メートル地点で停止した。機体は大破したが、幸いにも乗員乗客247人全員が無事だった。原因として滑走路を視認できなかったにもかかわらず、最低降下高度を超えても降下し続けたことが考えられた。ありがとうございます。